の白子、そこにあの江戸川で作ってる天下ぶっていう株のすり流し、でその上にちょっと今季節なんでセリと、その天下ぶの葉っぱ、さっきのあの竹岡のすぐそばなんですけどね、釣りの穴子をで軽く5時間ぐらい干して、美味しい、こっちが美味しい、やっぱ穴子には広島のレモンが相性いいので、漁師さんが作ってる、年末に取れたニシンで作った数の子、はい、そうですね、はい、今年はうちはお歳暮は全部相葉くんちの餃子にしたんで、あ、本当ですか、東京湾芝竹岡のタチウオになります。でかいですね。はい。こっちがシマエビ、こっちがオニエビ。漬けにしてあります。変わった。柱です。このサワイスペシャルです。で、海苔はあのうちが特注で作ってもらってるパリパリ海苔なんで。
綺麗ですね。素晴らしいですね。